富安独占取材第2弾。普段何を食べてるんですか、富安何食ってんのと。シントトロイデンですね、遠藤航パイセンと鎌田大地パイセンに、森保監督は選手の意見を聞き入れて戦術に反映させたりするんですか、ハバーツからザネの方についていくことになるんですけども、このタイミングはどのタイミングで自分の中で結構ギリギリでしたと。まず冒頭から皆さんにお詫び申し上げます。影山優佳独占取材第2弾の富安インタビューに対してですね、昨日アップさせていただいた動画内で、富安が日本代表で一番やりやすいポジションはどこですかという質問に対してですね、私左サイドバックと申し上げておりましたが、普通に左センターバックの間違いでございます。というか俺の中ではしっかり左センターバックと言ったつもりではありましたが、日本代表だったらどこが一番やりやすいですか。左サイドバック。左サイドバック。全く言えてなかったというのは、きっともーちゃんが脱走したことで私ちょっとですね気が触れておりました。というわけでもーちゃんが代わりにお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。もーちゃん、はい、謝ってみんなに。もーちゃん謝って、はい、ごめんなしゃい。じゃあもーちゃん待って待って、もーちゃん待って、もーちゃん、もーちゃん、もーちゃん、はい、ごめんなしゃい。はい、すいませんでした。謝ってあげて。はい、すいませんでした。ね。私が悪かったにゃんって。はい、まっちゃん。はい、ありがとうございます。ということで、もーちゃんに免じて、許してください。さすがでした。わかったわかった。話題になった森保監督のシーンということなんですが、ハーフタイムに森保監督と作戦会議みたいなことをしていたことがカメラに抜かれていたと。これ何だったんですかっていう話になりまして、トミヤスはあしっかり映ってたんですねと、抜かれてたんですねっていうことだったんですけど、後半4バックを3バックにするっていう話をしたんですかっていうことをね、影山ちゃんが聞いてたんですけども、いやこれバレてると思いませんでしたと。確かに森保監督の口が3枚やるって言ってますねと。いやこういうのはさ、やっぱ口に手当てて言わなきゃダメですよね。バレちゃうんだから。こういうとこ憎めないですね、ポイチさんね。ちょっと苦笑いで言ってんだもんこれ。3枚にするっつって、これ言い出したらどっちですかと。富安選手の方ですかって言ったら、僕が呼んだようなリアクションになってますねと。監督監督っつって、どうしたどうしたどうしたって。確かにどうしたどうしたどうしたみたいな感じでポイチさんが富安に近寄ってる感じがしますねと。でこの4バックを3バックに変更した理由は何ですかっていうことなんですけど、これはですね、前半ずっと4バックでやってて、ドイツが5枚前線に並べてきたので、伊藤洋輝選手が2対1になるシーンが多くて、伊藤洋輝選手がうまく対処してくれてたんですが、これを90分やるのはなかなかきついと。いうことで、いつかやられるなと思ったんで、このまま4バックでやるのはきついかもしれないですということを森保監督に言ったところ、なんとポイチさんが、うん、3バックでやる予定だったよね、回答してくれたと。でこれを聞いて影山さんが、とてもみんなが聞きたかった質問をしてくださいました。それが、森保監督は選手の意見を聞き入れて戦術に反映させたりするんですかっていうことに対して、富安しっかり答えてます。システムに関して僕が言うことは基本ないです。ただ選手の意見を尊重してくれる監督なので、ワールドカップの時も選手の意見を監督に伝えて、監督が吟味して戦術を変えてくれたり、良い関係を築けてると思いますっていうね、話をしてました。カメレオン戦術みたいなことを言われてますけど、ところどころで色変えるってことでしょ、言われてますがっていうことに関しては、トミーはにやりとしておりました。はい。でこのカメレオン戦術について、この守備の連携だったり流動的な最終ライン、これやってる側難しいんじゃないですかっていう質問に対してですね、いやもうそんなことないですよと。自分たちはヨーロッパの4大リーグ5大リーグレベルの高いところでやってる選手が多いので、選手それぞれのスタンダードのレベルが上がっていると、その場その場の臨機応変に対応できるようになってますと。だからこそ今日本代表が強くなっていると思いますと。ということで、この森保戦術、森保監督の戦術に対しては難しさは一切感じていませんと。サルチャンネル。そしてプレミアリーグで活躍している日本人、三笘選手と遠藤選手いますが、どのように見てますかっていう質問に対しては、三笘選手に関してはこれね、フットブレインでも語ってたんですけど、
マッチアップする敵としてはもうこんなに嫌な選手はいないと。そんなにマッチアップした回数はないですけど、その時に感じたのはオフザボールの動きがめちゃめちゃうまいんだと。今ドリブルだけがね注目されがちだけど、カオル君はオフザボールでね有利な状況でボールを受けているからあのドリブルができるんですよと。でそこからどんどん裏狙ってくると。でまあ常にね背後狙われてるっていう感覚があるんで、あれは嫌ですよとあれやられたら嫌です。じゃあその三笘選手以外でねプレミアリーグで対峙して嫌だった選手は誰ですかっていう話をしていて、去年一番印象に残っている選手はグリーリッシュ選手ですと。このグリーリッシュに関してもですね、これフットブレインで語ってたことなんですけど、グリーリッシュ選手っていうのは上手い選手ですけど、それほどねトッププレイヤーとして注目される選手じゃないんじゃないですかと。ですけど嫌な選手なんですよって話をねフットブレインでもしてます。かなり嫌な選手なんですよと。レガースだけじゃないんですよっていう話をね、レガースの話はしてたかどうか忘れましたけど、そんな話してますんで、ぜひフットブレインも見てください。こちらも解説してますんで見てみてください。なのでこの名前も知らないようなウイングですらもうトップレベルのプレーしてくると、嫌なプレーしてくるのがプレミアリーグですから、毎試合気を引き締めてやらないとということを冨安言ってました。そしてリバプールの遠藤航パイセンについては、まあシントトロイでも一緒にやって日本代表でもずっと一緒でチームの心臓ですし、彼が前にいてくれるだけで安心感がありますと。ピッチ外でのコミュニケーションはあったりするんですかと。まあ要はプライベートでもっていうことだと思うんですけど、シントトロイデンでも鎌田大地くんも含めて、新生アーセナルの生みの親鎌田大地くんも含めてパリに遊びに行ったり、ご飯食べに行ったりしてましたと。パパみたいな存在ですね。なので遠藤航パイセンはパパみたいな存在。日本代表の仲良しさんは誰ですか。これも結構トメス答えてるんでネタバレになってるかもしれないですけど、田中碧選手と中山雄太選手ですと。で東京オリンピック世代っていうのは、まあみんな仲いいですよと。みんなと喋ります。どんな話するんですかと。やっぱ恋バナですかと。まあまあ彼女とどうとか、ああどうせ彼女できねえだろうみたいなこと言われて、いじりだなこりゃっていうね話をしてましたトメスね。だからもういじられまくるんでしょうね。お前どうなってんねんと、彼女どうなってんねんと。サルチャンネル。はい、そしてここからがですね、不動のセンターバック、プレーの裏にある深い思考ということで、冨安が追い求める日本代表の理想と課題ということですね。冨座フットボールが始まります。これしっかり聞いてくださいよ、冨座フットボールですからね。これを気にしながら見ると今後の日本代表めちゃめちゃ面白いと思います。冨安はどんなことを考えて日本代表であのセンターバック、左センターバックやってるのかということに関して、日本代表の守備のこれからの課題っていうのはどんなことがあると思いますかっていうことに関してですね、冨安めちゃめちゃ興味深いこと答えます。それがボールサイドのちょめちょめにラインを合わせて守備をしたいっていう話だったんですけど、このちょめちょめっていうのがボールサイドのサイドバックにラインを合わせて守備をしたいっていうことなんですね。いわゆるラインコントロールですと。冨安がラインコントロールするにあたって一番気にしているのはボール側のサイド、例えば左サイドにあったらそのサイドバックと同じラインに立つと。それはなぜかというと、ボールサイド側のサイドバックと全員が同じラインにいればギャップがなくなると。左サイドバックがボールを奪うチャレンジを仕掛けた時のこのポジショニングっていうのがポイントでして、従来の考え方ではカバーを重要視して左サイドバックの斜め下にスタンバルのがセオリーと言われてるらしいんですね。基本チャレンジ&カバーをした時ここにギャップが生まれますと。でももしここに相手がいてそこにボールがこぼれる、もしくは渡ってしまえばセンターバックと1対1という風になってしまい相手に有利となってしまうと。そこで冨安はあえて高めの位置をキープし裏のスペースをカバーしながら、もし相手フォワードにボールがこぼれてもすぐに対応できるポジションを選択していると、そういうことなんですね。この何気ないポジショニングに冨安のラインコントロールに対する深い思考が隠されていると、そういうことなんですよ。これに対して影ちゃんが、まあ、ラインの上げ下げもあってスタートの位置もめちゃくちゃ高いですよねと質問したんですけども、これに対して冨安がラインコントロールに対する実に深い思いを語っております。それがですね、僕は高いとは思わないと。僕の中ではラインを高くすることが目的ではなくて全体をコンパクトにすることが目的なんだと。ディフェンダーからフォワードまでの距離が常にコンパクトで一定であればラインが高い位置でも低い位置でもどちらでもいいんですと。なるほどと。なんかこう僕みたいな素人はさ、いや高いとこいんなとかさ低いとこいんなって思いがちですけど、全くそんな次元で冨安は見てなかったっていうことですね。全体をコンパクトに保つメリットって何ですかと。
全体をコンパクトにすることによってセカンドボールを拾える回数が増えるし、ディフェンスを上げることで中盤を助けることができると、後ろ気にせず行っちゃってと、そういう状況を作れば中盤も前に行けるし前線も前に行けると、イコールボールを奪うチャンスも増えてくるんだという話をしてましたね。影ちゃんがいい質問してくれてました。コンパクトな連携っていうのは代表でも浸透してるんですかと、この質問に対して富安がこう答えております。代表でも共有されていて、でここからちょっと驚くんですけど、チームのミーティングでもフォワードからディフェンスの距離が何メートルだったよとはっきり言われると。つまりフォワードからディフェンスラインまでの距離が常に一定に保てているかっていうのをデータを取ってるってことですよね。おそらく何メートルっていうのを決めていて、それを常に保つようにしていると、そういうことだと思うんですよ。まあおそらくそれは対戦相手だったり相手の戦術によって変えてくるんだと思うんですけども、そういうのもしっかり、計算した上でプレイしているんだと、ビルドアップしているんだということですね。でまあこれに対してですね、まあオフザボール奥が深いですねと影ちゃんがしみじみ語るんですけども、トミーもオフザボールは深いっすよ深いっすよと、僕の中ではオフザボールでほぼ全て決まると思ってますと富安語っております。影ちゃん分かったら面白いですよねっていう風にね投げかけるんですけれども、分かる人いるかな、なかなか分からないと思いますけどね。トミ言ってますね。もういやめちゃめちゃ奥が深いんだと思いますよ。あのサッカーオタの究極のサッカーオタの影ちゃんにそんなこと言ってしまうんですから、よっほど奥が深いんだと思うし、俺なんて一生分かりっこないよ、そんなの。一生分かりっこないけど、ただですね、一つだけ分かることがあって、エミリッツステアでもって、まあ6万席あるわけですけど、ローワー席1階スタンドと2階スタンドっていうのは、全く見え方が違うんですよね。で、エミリッツは、1階スタンドの値段よりも、2階スタンドの方がチケット代高いんですよ。例えばですね、ビッグマッチで言うと、1階ローワーの席は、64ポンドなんですけど、2階席だとおそらく90ぐらいするんですね。場所によっては100超えちゃったりするんですよ。それぐらい2階席から見える眺望っていうのは半端ないわけですよ。だから全てが見渡せる。僕も一時期そのアッパーで見る機会とか結構ありましたけれども、その時はですね、もう誰がサボってるか一目瞭然、常にみんなでアルシャビン走れっつって声かけしてました。それぐらいオフザボールの動きが一目瞭然なので、ぜひねエミレスサッカーを見たい、純粋にサッカーを見たいという方は2階席めちゃめちゃおすすめです。もう誰がサボってるか一目瞭然ですから。日本だとさ2階席の方がチケット安いみたいな話をよく聞くんですけど、でもさサッカーを見たい人にとってはパラダイスですよね。パラダイス。だから今回のその日本代表のラインの上げ下げ、富安が言ってたこの思考っていうのも2階席で見ても全然楽しめるんじゃないかと思いましたよ僕は。サルチャンネル。富安が求める理想と課題2つ目っていうのがビルドアップっていうことですね。富安、ワールドカップ予選だったりアジアカップは引かれる展開が多くなると思うんで、そんな時鍵となるのがビルドアップになると思うと。でチュニジア戦の映像が流れるんですけども、このチュニジア戦がいいテストマッチになったと思いますと。理想は僕が下がって相手の9番を引きつけ、空いたこの赤いスペースを使いたいんですと。でそのスペースには中盤の渡るくんが、遠藤渡るが9番の背中を追いかけて走ってきて、その位置まで来たら17番はおそらくプレスに来ないと。もし17番プレスに来たら今度は17番が空いたスペースを使えばいいという話をしていて、富安のこの引き込むビルドアップっていうのが今後の代表の鍵になるであろうという話をしています。そこでアーセナルのビルドアップの話になるんですが、アーセナルはパズルみたいにやっていて、試合中何度も同じシーンが出てくるから再現性が高いんですと。なんですがそこはちょっと日本代表と違っていて、チュニジア戦で感じたのは日本代表はクオリティ勝負をしてもいいなと思ったと。通常2対1の状況を作った方が打開しやすいですが、2対2であっても日本人のクオリティであれば勝負できると、個の力で打開できるような気がしますと。このチュニジア戦でそう感じたと。アーセナルのサッカーの方が再現性が高いけれども、日本代表は自由度が高くて発想力だったりアイデアで勝負することができると。これはどっちがいいかとかではなく、ただの違いではあるけれども、
これを両方できるようになったら強いですね、というふうにね、富谷さん語ってます。ということはですね、まあこれ、まあ裏を返せばよく言われてますけど、日本代表ね、戦術がないんじゃないか。裏を返せばですよ。裏を返せば。でも今の日本代表だったら、個のクオリティ、個人のクオリティでそれを打開できると。だから、もうすでに、その個人の、個の力の部分では結構勝ってるところあるんだから、ここに戦術が加わればもう鬼に金棒ってことですよ。素人目線で言うと。サルチャンネル！そして最後に、ディフェンスリーダーとして臨むアジア予選、ワールドカップにかける思いということなんですけども、それについて富安が自身の熱い思いを吐露しております。日本サッカー協会は2050年までの目標っていうのを掲げてますが、僕たちには今しかないんですと。なので、次の戦いに全てをかけたいと思ってます。僕も27になるし、選手として一番いい時期で迎えられる大会ですし、チームとしても一番成熟したタイミングで迎えられると思っているので、そのために自分のチームでできる限りのことをやって、自分のチームで毎試合出続けて臨むワールドカップと、試合出たり出なかったりで臨むワールドカップとでは、全く違う状態で臨むことになると思いますんで、チームの主軸として出続けて、アーセナルの主軸として出続けて、ワールドカップに臨むということを逆算して考えたい、というふうに富安語っております。日の丸を背負う思いは特別なものがあるんですか？っていう質問に対して、やっぱり特別ですね。グラウンドに入っていくとき、鳥肌が立つし、勝手にモチベーションが上がるし、日の丸は特別ですと。富安、言い切っております。だそれぐらいの熱い思いで臨んでるっていうことなんですけども、一つだけ気になるのが、アーセナルで出たり出なかったりで臨むワールドカップっていうのは全く違う状況なんだと。とにかく、チームの主軸としてね、コンスタントに試合に出ながらそれでワールドカップに臨みたいんだという話を富安してるんですが、その最後の言葉がちょっと気になったんですけれども、逆算して考えたいと。で、この逆算して考えたいっていうのは、裏を返せば、コンスタントに出られない状態であれば、コンスタントに出られる状態のクラブでプレーすると。というふうに思えなくもないですよね。一番の理想は、このアーセナルでコンスタントに怪我もなくプレーし続けて、ワールドカップに臨むっていうのがまあ理想ではあるんですけども、それを逆算してるってことは、もしかしたらそのワンチャンそういうこともあるような可能性がなきにしもあらずっていうことになっちゃうと思うんですよね。ただね、なんかちょっと僕が思ったんですけど、なんかこのグラウンドに入って鳥肌立つとか、日の丸は特別と、もう心の底から富安言うてますよ。そこを見るとさ、なんかもう本当にワールドカップっていうのは富安にとってものすごい特別なことなんだというふうに思っちゃいますよね。思っちゃうというか、いや、もうそういうことですよ。思っちゃうんじゃないんですよ。それが事実っていうことであれば、もうなんか、そこまでなんであれば、コンスタントに出られないみたいな状態になれば、もうそれもやむなしかなと、なんか思っちゃいました、俺は。残念ですけど、もちろんこのアーセナルで主軸として頑張ってほしいですけど、もしそういう状況になってしまうんであれば、まあ考えたくないですけど、まあそれもやむなしかなと、いうふうにね、なんか今回思っちゃいました。なんかちょっと若干寂しくなっちゃったっすね。うん。そこまでワールドカップにかけてたんだと。ワールドカップ、いや、怪我の状態でワールドカップ出てほしくないみたいなことを俺言ってましたけど、富安は多分、怪我の状態でも出たいんですよね。だからなんかコメント欄で、いやいや、もう怪我してでも出ろと。選手生命終わってでも出ろみたいなこと言ってる人いましたけど、俺、とつられましたけど、ある意味それぐらいの覚悟で富安やってるってことですよ。そんな怪我した状態で、選手生命終わってほしくないみたいなこと言う。綺麗事言ってたけど、そりゃ俺もウエストランド井口さんにブロックされるって話と、俺の中のネガティブモンスターが発動してしまいましたか。何を言ってんだと、おい猿よと、何を言ってんだと、何回も言うてますけど、全世界の人に届けたい富安は、怪我さえなけりゃ最強、怪我さえなけりゃ最強なんだから。そうでしょ？左やって右やって真ん中やって。こんな選手、どこにもいませんよ。富安だけ。それが評価されて今回、まあ、王座マッチ取ったわけですよ。もう、どこをやらしたって超一流なんですから。こんな選手、どこ見渡したっていませんよ。ということで今回ね、まあ、王座マッチ取りましたけれども。で、毎回毎回ゾーンに入ることは難しいと思うけど、あのドイツ戦でゾーンに入ったみたいなプレーやってりゃ、あの最高のプレー見せてりゃ、主軸外れるわけねって話なんだ。あとはもう本当に怪我だけ。怪我だけなんですよ。
怪我だけ。というわけで、怪我だけ気をつけてもらって、まおざもち何度も取れるよう頑張ってほしいと思います。おっす。というわけで、今回は影ちゃん独占取材第2弾ということでね、お届けしました。なんかこの富澤フットボールめちゃめちゃためになったというか、めちゃめちゃ深かったんで、本当にこういう話めっちゃしてほしいと思うんですけど、こんな話してたらさ、他のチームに漏れちゃうよね。まあだから漏れてもいいぐらいのとこを話してるってことでしょうね、きっとね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。感想をお聞かせいただければと幸いでございます。でもしアベマご覧になられる環境であれば、ぜひ見てください、これ。こんな俺のさ、クソみたいな解説聞くよりも、本番見た方が一番いいんだから。結論から言うと、アベマ見ろ、これだ、これだな。こんな動画撮っといてなんですけど、ぜひアベマ見てみてください。というわけで、また明日からプレミアリーグ、ブレントフォード戦から始まりますけども、というわけでここに来てベン・ホワイトが怪我だっていうね、とんでもないニュースが入ってきたんで、おそらく冨安、右サイドバックで過酷な労働を強いられると思いますが、頑張ってほしい。カムユからサルシタ。バイ。